はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は6月16日朝5時55分の相場解説になりますね。今ドル円の1時間見てるんですけども、ここダブルボトムがあって、でここから転換しました。上昇の方に向かっていくんですけども、今ちょっと横ばい入ってますね。でこのブレイクってのは、このブレイクっての上の方に向かうと私は予想しています。でちょっと4時間を見てみます。で大和くんが泣いてますけどね。で以前のレジサポがここにあって、でもう一つのレジサポがここにあって、レンジを形成していたっていう話は随分長い間していましたけども、今ねこれ自体が一つのゾーンになってるんですよ。ほら、まあ、ですんで昨日お話したみたいに、ここを突き破ってここね抵抗して、こういうふうに下の方に行くんじゃないかなっていう仮説と、ちょっとすいませんね上の方に行くという仮説が成り立つんで、1時間を見ると上なのかなと思いますけども、4時間を見るとどうも下の方に展開するのかなっていうふうな気もするんですよね。この2つの仮説を持って、今日も進めていきたいと思います。よろしくお願いします。